車で行こうです。こちらは千葉県の幕張メッセ第41回東京モーターショーの会場に来ています。今日はプレスデーの初日ということもあって世界中から多くのメディアが取材に来ています。いや会場内雰囲気がもむんとこう立ち込めてますね。そうだね、今年は世界同時不況の影響で外国からのメーカーがほとんど参加してないというね、これはね前代未聞の状況なんですけれども、そんな中日本のメーカーかなり頑張って注目すべきモデルをたくさん出してきてるよね。そうですよね、最近はエコカーに注目が集まっていますが、今年のモーターショーはコンパクトなスポーツモデルからプラグインハイブリッド、それから EV に至るまで幅広いジャンルの車が展示されています。見応えありそうですよね。そうですね、というわけでこの番組では今週と来週の2週にわたって、この東京モーターショーの、様子をじっくりと解説していきたいと思います。それでは参りましょう。岡崎五郎の車で行こう。トモコ・フジシマ Engine for the life。 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回は10月の23日から11月の4日まで行われた第41回東京モーターショーの様子をご紹介します。輸入車メーカーが来ないというね、そんな中、本当にあらゆる面で変化を感じさせるような、ショーだったんじゃないかなと思いますね。参加するメーカーが減ってしまったこともありましたけれども、前向きな話題としては日本カーオブザイヤーの発表や展示が行われていたり、あと私たちモータージャーナリストがガイドツアーを行ったりと、車の魅力を楽しんでいただくための行いが結構ありましたよね。新しい取り組みいろいろ行われていたわけなんですけれども、今回のショーに参加した乗用車のメーカーはご覧の通りです。メジャーな輸入車が全くないという状況なんですけれども、その分国産のメーカーは新型車も含めてかなり期待のできるモデルを出していたのが印象的でした。またエコカーばっかりではなくて、私たちが気軽に乗れそうな、コンパクトなスポーツモデルが多かったのもいいですよね。そうだね、やっぱり車っていうのはエコであることも重要だけれども、楽しさもないといまいちこう気持ちが盛り上がっていかないということで、エコカーだけじゃなくてエコなんだけれどもその上にどのぐらい楽しさを乗っけていけるかっていうようなことを、提案するようなモデルが多数、展示されていたのが、印象的でしたね。それでは注目のモデルを見ていきましょう。まずは各メーカーのコンセプトカーです。最初はマツダのブースからです。こちらのキオラ、非常に個性的なデザインなんですけれども、単なるデザインした D モデルではありません。むしろ注目すべきはこの中身でして、1015モードでリッター32キロという低燃費を実現した次世代のコンパクトカーです。注目すべきなのはね、ハイブリッドの技術を使わずに効率を高めたエンジンやトルコン式の AT、それからボディを本当に軽くして、そういったことで低燃費を実現している点になります。このキオラなんですけど、中身はいわゆる電気をハイブリッド使ったり、そういうようなものではないそうですね。そうですね、こちらはちょっと近未来のコンパクトカーということで、できるだけ軽くですね、街の中で使いやすいようにということで、価格も抑えるという意味で、既存のレース技術を極めることでですね、低燃費を実現したいというふうに考えているコンセプトカーです。エンジンとかトランスミッションとか空力とか軽量化とか、いろんなことを今まずできることからやっていこうというのがマツダのスタンスというですね。そうですね、まだまだ来年期間含めてですね、改善の余地があると我々考えていますので、特別なその環境技術に特化するんではなくて、全てのお客さんに提供できるようにですね、マツダ社全体で使っていける共通技術、ここをまずしっかり磨いていこうというのが我々の考え方です。なるほど。続いてはダイハツのコンセプトカーイースです。こちらも今までの技術の改良で低燃費を実現した軽自動車です。アイドリングストップの採用やボディの軽量化、空力の向上によって
1050モードの燃費はリッターあたり30キロとなっています、うん。まあ、このイース全長は今までの軽自動車よりもうんと、まあ、短いんだけれども、後席には、ね、大人、まあ、大人が一応乗れるという短いサイズを短くすることによって軽く作って燃費を良くしようっていうね、これも相当現実的な車だよね。車重は700キロっていうことなんですけど、うん、2気筒エンジンが搭載されていたり、うん、スリードアのスタイルも素敵ですよね、うん。いやこれね700キロっての本当に注目すべきで、今どんどん軽自動車も重くなってきていて、800キロなんて当たり前で中には1トン近いみたいなものもある、そんな中で700キロにしてきた、その分ねやっぱりコンパクトでできている、まあ、そんな中でそのスバルが R1 という小さい軽自動車、それから、トヨタが IQ っていうね、まあ、コンパクトな車、両方そのドア2枚なんだけれども、マーケットでなかなか受け入れられてないんだよね、そういう意味でこのイースが、出た時にねどういうようなこう反応が起こるかっていうのは結構楽しみではあるよね。そうですよね、うん。まあ、ダイハツとマツダは、まあ、ハイブリッドのようなシステムを使わなくてもこうして低燃費でエコな車ができる、うん、ということを具現化してきたようなモデルが多かったですよね、うんうん。そう、今はこのエコカーっていうと本当にそのハイブリッドだけに皆さんの目が集中しがちなんですけれども、こういった、まあ、ダイハツのイース、2気筒エンジン、そして軽い軽自動車リッター30キロ、それから、まあ、キオラですね、これはリッター32キロ、本当にハイブリッドモーターを使わずにそれをやっている、そういった、まあ、ベーシックな技術の底上げであるとか車両の軽量化、そういったものも今後本当にこうエコな車を作る上での重要なポイントになっているということは、まあ、こういった、ね、モデルを見ると改めて感じられるよね。そうですよね、うん。でそしてマツダはですね、この電子デバイスに移行していく EV ですとか、うん、ハイブリッドですとかね、うん、そういう前提において、まあ、あのスカイテックシリーズというのをいろいろやってらっしゃるということで、はいはい、これも注目したいところなんですね、うん。まあ、あのスカイテックというのは新しいパワートレインの総称なんですけれども、まずはこのスカイ G ですね。はい、こちらは直噴のガソリンエンジンですね、まあ、燃焼効率の改善などで 15% 燃費が向上しているそうです。そしてもう一つスカイ D という、まあ、直噴ディーゼルエンジンもあって、こちらは燃焼タイミング改善、機械抵抗低減によって 20% 燃費改善、うん。まあ、新触媒の採用で排ガスもクリーンになっているそうなんです、うん。まあね、こういった、ね、新しいシステムが、まあ、近未来に出てくるということなんでね、今後マツダの車がどうなっていくのか、結構楽しみだよ ね、 ね、乗ってみるのが楽しみだよね、はい。はい、続いてはハイブリッドのコンセプトカーです。レクサスからは LFCH です。レクサスで初めての5ドアハッチバックのモデルで H の名前がつくことからハイブリッドのモデルと分かります。いよいよレクサスもコンパクトカーに進出するという意思表示ですね。これサイズ的には、まあ、オーリスとか、あとライバルでいうと、うん、フォルクスワーゲンのゴルフとか、うん、まあ、そうした新セグメントに位置する感じでしたよね、うん。そうだね、まあ、レクサスは本当にこうやっとコンパクトに出てきたということで、今後、ね、販売台数なんかも上向いてくるんじゃないかなというような予感のさせるモデルでした。スバルからはスバルハイブリッドツアラーコンセプトです。究極のグランドツーリングをコンセプトにした4人乗りのハイブリッドカーです。スバルならではのシンメトリカル AWD に2つのモーターを組み合わせています。まあね、ハイブリッドでありながら本当に究極のグランドツーリングということで、四駆であったり、それから、まあ、ステーションワゴン的な、ね、形であったり、スバルの得意とすることを素直にやってきているっていうのがすごく、まあ、好印象だし、まあ、これはね未来のレガシーってこんなのかなっていう感じがするよね。全席特別席になります、はい。そしてホンダからは CRZ コンセプト2009です。インサイトをベースにしたスポーツモデルで 1.5 リッターエンジンにハイブリッドシステムを組み合わせています。これはね実はハイブリッドなんだけど6速マニュアルが用意されているっていうのも走り好きにとっては注目ポイントです。まあこれはスポーツカー好きにとってたまんない車ですね。そうですね、うん。まあ、あの多くのお客様に、かっこいいねっていうふうに言われて、うん、まあ、それが間口で、うん、こういった車がもう一回皆様の心の中に入っていけばなというふうに考えてます、うん。例えば免許取り立ての、方とか、うん、小離れした人たちが本当にもう一回その車を楽しもうと、うん、プライス的にも、まあ、車格的にも、うん、性能的にも、コンシャスに作ったものっていうものを、うん、
リリースして、うん、まあ、そういった人たちに乗っていただきたいなというふうに考えています。なるほど、まあ、このルックス相当スポーティーですからかなり気持ちよく走るというふうに期待してても良さそうですね。よろしいかと思います。はい、はい、分かりました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。この CRG は一説によると来年の早い時期に販売予定ということですので、うん、もうこの展示された車かなり完成度上がってましたよね。もうほぼこのままの形で出てくると思っていてくださいというふうに、ね、おっしゃっていたので、まあ、そういう意味では非常に注目ですよね。これは燃費だけじゃなくて走りそれからデザインともに楽しめるということでね、まあ、新しい時代のスポーツカーが出てきたのかな。僕昔 CRX 乗ってたんでこの車相当興味あるんですよね。そしてトヨタからも手頃なサイズのスポーツカーが提案されています。トヨタブースで注目の的だったのが FT86 コンセプト。全長 4.2 メーター以下のボディに2リッターの水平対向4気筒エンジンを搭載する FR のクーペです。ライトウェイトの FR スポーツとして一世を風靡した A86 型への、まあ、オマージュといった感じのモデルですよね。でまあ、チーフエンジニアの多田さんにお話を伺いました。こういう小型で割とお求めやすい価格ですよね、うん、を狙ってる、うん、ぜひそうしたいですね。で、はい、なおかつ FR っていうモデルは本当に少なくなってきてる、はい、でなぜ FR にこだわったんですか。もうそれだってスポーツカー FR 以外ないでしょそんなのもう選択肢の最初からない、うん、というところをねやっぱり社内で説得するのはなかなか大変だったんですよね、うん、ただ決してそのハードウェアとして86の復刻版を作るという気は実は全然ないんですね、うん。で86というのはあの車の性能というよりも、はい、その車はそのユーザーが本当にこういろんな使い方をしてこう長く育ててくれた、うん、ああいうそのソフトウェアの86の精神をね、うん、絶対忘れないようにしようというのがこの車の一番の狙いですね、うん、なるほどね。この車は市場に出てくると思って待っていてもいいんですか。いやもう私はもう何が何でもそうしようと思っていますが、うん、もうあとは皆様の応援の次第だと思います、うん、あやっぱりこれを見て会場に来てるお客様とか、はい、これいいじゃん欲しいなって声が盛り上がった方が商品化の確率が上がってくると ものすごくそれはもう大事な要素だと思ってます、うん、というわけなんでね皆さんねこの車応援して、はい、ぜひねこれねもう実際に街中乗りたいもんですよね。いやもう本当によろしくお願いします、うん。水平対向エンジンを採用しているっていうことからも、うん、まあ、スバルとプラットフォームは共同開発っていうことが分かると思うんですけど、うん、まあ、この FR レイアウトかなりこだわってらっしゃったんで走り気になりますよ ね、まあ、多田さんは本当に走り好きの人だから、まあ、完成された暁には相当濃い、スポーツカーになるんじゃないかなと思うんだけれども、例えば前後重量配分なんかにも相当こだわっているようだし、まあ、あとその一方でこれのスバルバージョンがあるのかどうかなんていうのもね世間ではね結構話題になっていてまだ分かんないんだけどね。そうですよね、うん、まあ、86っていうとリアルタイムで乗られていた方もときめくでしょうし、うん、あと若い世代でも走り好きな方が注目している車ですので、うん、まあ、どんな形で出てくるのかとっても気になりますね。いや本当にね、まあ、こういう各社、まあ、ホンダが CRZ という FF、 そしていや FF じゃなくて FRだよって胸を張って多田さん言ってたけどトヨタは FR のスポーツカー、こうやって各社が違う取り組みをしながらも考えてること同じなんですね。走る喜びを、本当に伝えられるような車を作ろうと、まあ、こういったモデルが、出てきたということは、まあ、今回のショーの本当に大きな収穫の一つだったんじゃないかなと思います。CM の後は今回のショーで発表された注目の新型車を見ていきます。注目の新型車、市販予定車を紹介しましょう。まずは2代目となった日産のフーガです。ボディデザインはよりダイナミックなものになり、内装は伝統的な蒔絵をモチーフにして木目パネルに銀粉をコーティングするなど凝ったものになっています。また来年秋に登場するハイブリッドモデルも展示されていました。うん、やっぱり今まで日本の高級車というとクラウンが、ね、代表的だったんだけれども、このフーガ見るとクラウンとは全く違う路線に行ったっていうのが感じられて面白いよね。それから、まあ、このハイブリッドシステムも、相当に練り込まれてみたいなんでね、注目ですね。そしてスズキからは全くのニューモデルとなる兆しが発表されました。
鈴木としては初めてのラージセダンで、エンジンは 2.4 リッターの直列4気筒、これに CVT を組み合わせています。まあ、今までのモーターショー過去何回か兆し出ていたんだけれども、コンセプトカーとあって相当派手な格好だった。今回市販車、出てきたら、まあ、かなり綺麗にまとまってるって感じだったよね。いや、そうですよね。うん、まあ、前回あの SUV リュックのクロスオーバーボディ気になりましたけど、うん、まあ、このスイフトとかスプラッシュの足回りの技術なんかも採用されているということで、うん、走りが気になりますよね。そう、やっぱりその鈴木はコンパクトカーからついにこういうセグメントに進出してきたわけなんですけれども、小さい車の走りも相当磨き込んでるじゃない。だからこの兆しもこれは乗ったら相当いいんじゃないかっていうのを予感させるっていうのでね、まあ、楽しみな一台ですよね。それから、まあ、風化も兆しもね、メーカーを代表するような一番上のセダンを作ってきたということで、まあ、その一番高級なモデルっていうのはそのメーカーのイメージを大きく左右するような、ね、モデルなんで、かなり気合入ってんじゃないかな。そういう意味でも楽しみですね。うん、まあ、これからどんな風に作り込まれていかれるのか本当に期待したいモデルですよね。まあ、そうなんだよね。まあ、そういう意味では、フーガ高級車なんだけれども、ついにハイブリッド出てきたし、兆しなんかもね、海外も含めてね、いろいろ展開していくようなんでね、日本車の存在感ますます、高まっていくんじゃないかなと思います。次は軽自動車を見ていきましょう。ダイハツは低床大空間ワゴンのタント、それの上級モデルとなるタントエグゼを出展しました。ノーマルのタントがスライドドアなのに対して、エグゼでは普通のスイングドアになっています。またシートもソファー感覚を追求したものになるなど、仕立ての良さにこだわったモデルとなっているのが特徴ですね。まあ、ベースとなるタントがセンターピラーレスのスライドドアで、まあ、日常性とか使いやすさをイメージさせてたんですが、うん、まあ、こちらは上質感ということで、かっこよく乗れるイメージのモデルに仕上がっていますよね。まあ、そうなんだよね。これで鈴木パレットとの対決はますます熾烈になると。そして鈴木からは7代目となるアルトのコンセプトモデルが登場しました。室内空間の拡大や機能性を追求したインテリアによって、世代を超えて愛される軽自動車を目指しています。新型パレットにも採用された副変速機構付き CVT によって燃費が向上しているのも特徴です。まあ、アルトって言って、今までは安い車っていうのがすごくこうイメージ強かったんだけど、今回はおしゃれにできてるよね。いや、シートなんかもよく見ると、うん、アルトラッパーに採用されてたような上質なシートが使われていたりして、うん、これはかなり注目だと思いますよ。はい、まあね、世界的にダウンサイジングの流れ、これはね、もう止められないぐらい強くなってきてるんですね。そんな中で小さい車作りを得意とする日本の軽自動車メーカー、特に、スズキ、ダイハツが、まあ、新しい軽自動車を発表してきた。それはね、すごく今回まだまだこの日本のコンパクトカーの技術っていうのはどんどんこれは世界に行くなっていうのを感じさせてくれたよね。いや、本当ですよね。うん、それにしても、まあ、ダイハツのタントとスズキのパレット、はい、まあ、この競争熾烈な争いで、うん、ダイハツもさらにこう上級のモデル出してきましたね。そうそう、だからスズキがパレットに SW っていうのを加えてきて、まあ、すかさず、タントエグゼ、ダイハツがそれで切り返してくるっていう、これは本当にこのライバル関係っていうのはこっち見てる方がもうハラハラするぐらいすごい勢いだよね。それではですね、他のメーカーの新型車、これについては来週の放送で、紹介します。お楽しみに。ここで一旦 CM です。藤友流のコーナーです。さて、今回のお題はこちら、決定2009-2010日本カーオブザイヤーです。毎年その年の最も優秀な車を選定する日本カーオブザイヤーですが、今年は設立30周年を記念して東京モーターショーの会場で投票と表彰式が行われました。会場では多くの報道関係者やメーカーの担当者、そして選考委員が見守る中、まずは特別賞の3賞、そしてインポートカーオブザイヤーが発表されました。今年の特別賞3賞は、三菱アイミーブがモストアドバンスドテクノロジー賞、日産フェアレディ Z がモストファン賞、そしてスバルレガシーシリーズがベストバリュー賞を受賞しました。
そしてインポートカーオブザイヤーはフォルクスワーゲンゴルフが受賞しました。まあ、今年は、ね、このような結果になったんだけども、我々選考員というのはいつも悩みに悩んで、本当に最後まで悩んで、投票するんだよね。いや本当ですよね。特に今年は難しかった。難しかったですね、うん、そして気になる日本カーオブザイヤーですが、ホンダインサイトとの接戦に競り勝ったトヨタプリウスが選ばれました。うん、やっぱりね、僕もプリウスか今年はインサイトだなと思っていて、まあ、どっちも本当に一長一短あるし、それぞれ魅力があるし、相当悩んだんだけど、僕はこのプリウスに10点を入れましたね。まあ、インサイトもかなり魅力的なモデルだっただけに、うん、本当に価値観に応じて選ぶモデルが全然違いましたもんね。2台に10点入れたかったね、さらに今回は東京モーターショーの会場に日本カーオブザイヤー30周年記念展と題して、これまでの29年間の歴代受賞者が展示されたんですよね。うん、まあ、今初代のファミリア映ってて懐かしいななんて見てる方も多いと思うんだけれども、このブースは意外に人気があったね。いや本当に多くの方が訪れていて、うん、あの会場にかなり華やかなコンセプトカーがいっぱいある中でも、僕はここが好きなんておっしゃる方もいらっしゃったりして印象的でした。そうですね、まあ、あの今年のカーブザイヤーなんですけれども、モーターショーの会場で投票とそれから表彰式ですねが行われた初の試みだったんですけれども、非常にこれはね、みんながたくさん集まる東京モーターショーという場でそれが行われるというのは非常にいい取り組みだったんじゃないかなと思います。そして何といっても日本カーブザイヤー、トヨタのプリウスが輝いたわけなんですけれども、いろいろね、あのインサイトとの本当熾烈な戦いあったんだけれども、ものすごい売れ行きとか車の完成度を見てると、まあ順当だったのかなという感じがするよね。そうですね、うん、まあ、私たち選考員が悩みに悩んで選んだ車たち、うん、まあ、そんな受賞理由なんかにもぜひ注目していただきたいと思います。以上、藤友流でした。ここで番組からのプレゼントです。ご覧の自動車専門誌11紙の中からご希望の本を抽選で110名様に無料でお送りします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の商品名、住所、氏名、電話番号、番組に関するご意見ご要望を書いてご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK ホームページまでアクセスしてください。今回は東京モーターショーのコンセプトカーを中心に見てきたわけなんですけれども、ともちゃん、印象に残った車は？はい、まあ、市販化にこぎつけた LFA もかなり良かったんですが、うん、やっぱり FT86 コンセプト、うん、それから CRG、まあ、こうした車が私はかなり気になりましたね。うん、レクサスの LFA、 もう日本初のから発信されるスーパーカーだよね。それから FT86、 FR スポーツ、それからハイブリッドスポーツの CRG、 この3台全く僕も同じなんだよね。まあ、そういう意味では、エコエコエコと、世の中来てるんだけれども、エコだけではなくてその上に楽しさを乗っけていく車、それから、まあ、夢が持てる車だよね。そういったものが、提案されて、それがやっぱり僕ら2人にとっても相当その刺さったし、お客さんの流れ見てもその3台って相当やっぱり集客効果あったよね。そうですよね、うん、まあ、個人的にはやっぱりスポーツカーが華やかだなと思ってしまうんですけど、うん、まあ、このステルス、ロータスのね、うん、あとは BMW、 このアルピナの D3 ビターボっていう、うん、まあ、スポーツディーゼルなんかもあったりして、はい、これ燃費1050モードで20キロ以上いくそうですよ。うん、最近のディーゼル早いし燃費からね、まあ、どんどん日本にもこういうのは入れてほしいなと思いますよね。まあ、そんなわけで東京モーターショー駆け足で見てきたわけなんですけれども、次回は東京モーターショー2009後編として各社の電気自動車を中心にご紹介していきます。ではまた来週。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。